夏が終わり、はい、じゃあ、まあ進路もまあ考えながら、あ、もう春の大会終わって1ヶ月ぐらいで決まってたんで、 あ決まってたんですか、はい、ある程度方向性はもう、なるほど、あの9割ぐらい入れるっていう、なるほど、風にはなってたので、で、青山学院大学に入る、そうですね、はい、はい、それはもう入りたかったっていうわけでもないんですか。いや、もう入りたかったですいろんなあの人の思いとか、はい、まあ、そういうのを組んだ時に、はい、まあ、行くのがベストなのなっていう、はい、選択ですね。なるほどですね、はい、でもそこまでのやっぱり経歴というか実績を残して、はい、多分気持ち的にはちょっとフッと切れるかなと、はい、大きく切れました。あ、やっぱそうですか、はい、もうあの3ヶ月4ヶ月ぐらい野球してないです。あ、そうですか、はい、あのその間に国体があったんですけど、はい、国体も1日の練習もせずに行きました。あ、もうそのまま、はい、はい、なるほどですね、はい、じゃあその大学に向けて練習とかっていうのも最後の1ヶ月ぐらいですかね。ああ、もうそんな感じですね、はい、まあ、ちょっとやらなきゃいけないかなっていう中で、でもそんだけ空くと、ね、技術的にも体的にも、体的にはやっぱ動きは綺麗はなくなってましたけど、野球はなぜか上手くなってました。あ、そうなんですか、はい、なんでか分かんないですけど、まあ、毎日野球やらなくなった、はい、変な癖とか、はい、そういうのが取れたのかなっていう感じですね。あ、そういうことですか、はい、で、まあ、卒業して、はい、で青山学院大学に進まれると思うんですけど、はい、そこからはどうですか。そこからは、はい、まあ、やっぱりちょっと燃え尽きてた部分もあって、まあ、その野球に対して真摯に向き合えてなかった期間がちょっと長く続いてましたね。あ、そうなんですか、はい、これ実際こう入った時のこの、まあ、大学ってそれなりの多分名前のある選手が来ると思うんですけど、はい、同期は誰になるんですか。同期はあの大阪桐蔭のキャプテンの丸山くんとか、丸山くん、はい、あとはあの巨人の篠塚選手の息子とか、はいはいはい、とかっていうのが同期にいて、あとは PL の木野くんとか、はいはいはい、はい、が同級生でしたね。まあ、それもすごいメンバーですよね。そうですね、だから一緒に野球してもうすごい上手いなって思ったのが第一印象でしたね。なるほど、はい、でそこから1年生は、はい、どうですか、はい、もうすぐ試合に出るんですか。試合に出てる選手もいましたね、はい、2人ぐらいはもうあの試合に出て。ああ、そうなんですか、はい、で相馬さんはそこはもう入らない。メンバーには入れていただいたんですけど、試合にはあのレギュラーで出れなくて、はいはいはい、代打で何回かって感じですね。っていう感じですか、はい、で大学は続けられるんでしたっけ。大学は辞めちゃいました、ね、そう、どのタイミングで。野球部自体は8月ですね。野球部自体は8月、はい、やっぱりそう気持ち的についていかなかったみたいな感じですか。そうですね、まあ、あの青山学院って、練習が休みの期間、シーズンが、リーグ戦が終わると1ヶ月ぐらい休みなんですけど。あ、そうなんですか、はい、まあ、実習練っていう、はい、全体練習は休みっていう期間があるんですけど、はい、そこで完全に気持ちが切れてしまって、もうちょっと続けるのは厳しいかなっていう。だしこんな気持ちで、まあ、メンバーにも入れていただいてたんで、はい、こんな気持ちで続けるのは失礼かなっていうような思いの中で、まあ、やめるっていうのが経緯ですね。で学校には残るんですか。いや、学校ももうすごい頭のいい学校なんで、まあ、卒業も見込めないし、うんうんうん、まあ、そうやったら働きたいなと思って辞めて就職しました。じゃあもう野球部辞めたと同時に学校も、はい、そうですね、辞める、はい、そこはどうですか。親とも多分話すると思うんですけど、まあ、でも親は、まあ、基本的にあんたの好きなようにしなさいっていう方針の家だったので、あ、まあ、そこに関しても、まあ、申し訳ないんだけど辞めたいと思うんだけどって言ったら、まあ、あんたの人生だからっていうふうな話で終わったので、うんうんうん、なるほど、はい、それ森下監督にも行くんですか挨拶は。辞めましたっつって、あで怒られました怒られました事前に来いと、まあ、そうですよね、すいませんっつって、なるほどですね、はい、まあでもね、その経験すると、ね、どうしても次のステージってなると、まあそうですね、相当な思いを持ってないと、なんか続けられないのかなと思います ね、 そ、 うですね。その時 の、 そのプロとかっていうのはなかったんですか。いや、もう甲子園春夏行かせてもらった時にやっぱ対戦した選手の中に、はい、まあ、プロ野球注目っていう選手が多くいたりとかして、はい、その選手をやっぱ間近で見た時、うんうんうん、こういう選手がプロ野球行くんだなって思ってしまったんで、はい、プロとかそういうのは行けたとしても活躍できるビジョンが全く描けなかったっていうのもありましたね。なるほどですね、はい、まあ、逆にそこでちょっと思い知っ
定にしまってっていう感じですよね。まあそういう世界を見たがゆえに。ゆえに。はい。なるほど。はい。で、そこからはもう、あれですか、神奈川に帰るんですか。神奈川にそうですね、一回帰って。帰って、はい、もう普通にそこから野球とはちょっと離れる。そうですね。一回離れましたね。離れて。はい。で、普通にまあ仕事されながら。そうですね。まあ、高卒の新卒みたいな感じで、はい、1年遅れてですけど、4月から働くとこがもうすぐに決まったので、はい、その間までは実家にいてっていう感じで、はい、でもう野球どうですか、草野球やったりとかそういうのは、まあ、全くなかったですね。全くなかったですか、はい、その期間は、まあ、ちょっと自分の出身の中学校のチームに顔出したりっていうのはあったんですけど、はい、あ、それは指導者として、いや、遊びに、あ、遊びに、はい。で、そうですね、その野球をまあ携わるのでまた始めるというか再開するのはいつぐらいなんですか。就職が静岡に自分就職したんですけど、あ、そうなんですか。その休みの日に高校の練習に顔出すようになって、はいはい、でその時に、まあ、監督がまだ続けられてたんで、森下監督が、はい、なので、まあ、外野見てくれよとかいう話もいただいたんで、そこで、はい、指導したりとか一緒に混じってやったりっていう中がさ、もう一回触れ出した時かなって感じですね。うーん、なるほどなるほど。で、その高校に行って、はい、もう他のチームになんか教えに行くとかっていうのは特にその間はないんですか。ないですね。で、はい、もうここで、いや、どっか挟んでる感じ。あ、そうですね。仕事辞めた経緯が、はい、静岡でしてたんですけど、結局は自分の出身のチームからずっと誘われていただいてて、はい、指導者として、厚木シニア、はい、で、まあ、もうずっと誘っていただいてるし、まあ、自分も野球好きだから、まあ、じゃあやろうっていうことで仕事辞めて実家帰って、うんうん、はい、じゃあ指導者になるために静岡の会社を辞めて、そうですね、はい、で実家に帰って指導者として携わり始めたのがそこですね。へえ、はい、どうですか、最初は指導者として、はい、まあ、森下監督っていう素晴らしい、ね、はい、監督さんに出会って、やっぱそれがベースになるんですかね、はい、そういった指導、まあ、はい、多分今もそうだと思うんですけど、はい、なんかこうやっていこうみたいな最初ってあったんですか。まあ、その時はまだまだ自分も引退してそんな経ってなかったんで、何歳ぐらい、22、3ぐらいだったんで、あ、まあ、まだまだ動けたんで、はい、まあ、自分が携わってきた指導者の方みたいには全然指導はできないなと思ったんで、うん、まあ、プレーで見せれたらなと思って、はい、一緒に混じってやってるっていう感じでしたね。なるほど。で、そこでじゃあコーチとして やられてて、はい、で、まあ、知り合いの方はい、からのお誘いで今こちらの、そうですね、西川未来ボーイズに、はい、最初はコーチとしてですか。そうですね、コーチとして、コーチとして、はい、なるほどなるほど。どうですか、こう監督に就任されて、はい、なんかこういう方針でやっていこうとか、はい、なんかそういうなんてあったりされますか。自分自身の野球人生振り返った時に、はい、結局基礎はどこにあったかって考えたら中学野球だな。中学野球、はい、ただそれが高校野球行った時にもっといろんなこと知れてれば、うん、もっと活躍できたかもしれないし、はい、まあ、もっと上を目指せたかもしれないなっていう風な思いとか、はい、あとは自分の時って YouTube が当たり前に見れる環境ではなかったので、はい、今だったら情報がいろんなとこから知れて、はい、いろんなとこから調べられてっていうのが当たり前ですけど、はい、まあ、そういうのがない中でもっとあったらなって思うのがすごい高校時代も思ってたので、そうなんですね。って考えたときに、それをどこで一番時間かけれるかって言ったら中学野球だなって。なのでもう方針としては練習はもうみんなできる、基本的に優劣なく、はい、同じような練習をみんなで混じって1年生から3年生までやるっていう、はい、でそれをやるためには、まあ、やっぱ人数いたらできないんで、はい、もう1学年も13人、はい、で切ってしまって、もうそこまで先着で来ていただいた方、あ、もう先着なんですか。そうです、もうセレクションとかも一切せずに早い者勝ち、はい、まあ、それはもうチャンスはみんな平等にあるよっていう、はい、そうなんですね。方針の中で集めて、あとはもうひたすらその3年間で教えられることを教えるし、まあ、野球人としてもそうですし、はい、まあ、人間人としても、はい、育てて
いけたらなっていうのが方針ですね。なるほどですね。はい。これ一番大事にされてるのってどういうところですか？まあ、人としてはもう当たり前にありがとうとごめんなさいとちゃんと言える人と、あとは自分の意思を持って意見を言える人間、この2つかなっていう。なるほどですね。はい、やっぱ日頃ちゃんとそれも中学生に。そうですね。だから僕らも指導するときもこうしろよっていう風な指導はしなくて、なんでこうなると思うのとか、こうなってるけどそれってなんでっていう、はい、常にあのなぜを問いかけるようにしてるんで、はい、だからまあ最初のうちはやっぱ喋れないし、はい、それがなぜかもわからないんで答えられないですけど、それが3年生になったらそれが当たり前になってるんで、もうみんな普通に会話できるし答えられるし、はいはい、間違っててもそれはそれで自分の意見を持ってることが大事やってるんで、はい、まあ、すごいあの自分の言葉として喋れるようになってるんで、そこが全てかなと思います。なるほどです、ね、はい、まあでもまあ、大人ですよね、それも一つのこう、はい、大人と対等に喋れるそうですね、中学生で、はい、なかなかいないというか。そうですね、うん、ら僕らはね、もうそれに対するすべきことは我慢だけなんで、はい、まあね、違うよって思ったりとかこうしたらいいのにって思うこともすごいあるし、こっちに進んじゃうと間違っちゃうのになって思いますけど、まあ、それが結果的に卒業するときにあの正しい道に言ってくれてればいいだけなんで、そこまではひたすら我慢っていう感じですね。 なるほどですね、はい、なかなかねそれができない。まあそうですね、あの、まあ、僕自身もやっぱ子育てしてる中でやっぱり言っちゃう部分もあるし、まあまあそうですよね、そうですよね、はい、だ親御さんの気持ちはすごい分かるんで、怪我してほしくないし、はい、で間違えてほしくないし、はい、それって言ったら正しい道だけ歩んでほしいっていう親御さんの気持ちはものすごい分かるんで、はい、そこに対して何ですかね、心を鬼にしてじゃないですけど、いろんな我慢を経ながらそういうことをできるのってそういう指導者の立場の人間かなとは思ってるんで、まあ、それを率先してやってるって感じですね。なるほどですね、はい、ですね、まあでもあれですよね、そのスタッフも、はい、コーチであの PL 学園出身の、はい、奥平さん、はい、もういらっしゃったりとか。そうですね、すごい経歴の、はい、だからまあ野球に関してもものすごいストイックに教えれる、うん、あの指導者はいるんで、そこに関しても、まあ、野球人としてもきちっと育てられるかなというふうには思ってるんで、ただそこの責任を持ってちゃんと育てるためには一学年13人以上取れないっていうのが、そういうのも多いかなと思ってるんで。ああ、なるほどですね、はい、本当はもう10人とかにしたいんですけど、まあ、一チームとしてあの学年だけで出るためには、はい、11人以上必要なんで。なるほどなるほど、はい、そういう理由もありながら、なるほど、まあ、一学年13人っていうところがあの最大キャップかなっていうふうには。なるほど、はい、設定してるので。今練習は基本的には土日、はい、そうですね、もう平日はやってないんですよね、はい、方針が土日でいろんなことを教えるし、まあ、いろんなことって多くのことではないですけど、はい、まあ、1週間必ず1個教えれるようにはしててとか、教えたことをできるまで待つっていう期間があるんで、うん、それも我慢ですね、はい、だそれをやる時間が平日だよっていう。あ、ただ野球だけじゃなくて学生だから勉強もしなきゃいけないしっていうので、平日はもう子供らの意思に任せてるって感じですね。なるほど、はい、じゃあまあそこの要は答え合わせを土日にして。そうですね、であとは披露してって言ってるんで、僕これだけできるようになりましたよ、次のこと教えてくださいっていうのが土日だよっていう。なるほどです、はい、でそれを3年間続けたら、まあ、いい選手になるようには育てるからねっていうふうには話してるんで。いや、いいっすね、はい、まあ、ただものすごい我慢ですけどね。まあそうですよね、はい、言いたいこといっぱいあるいっぱいあります、ね、はい、そうですよね。だし自分らもそういう中で野球やってきてるんで、はい、まあね、そういう圧をかけるとかの、そう思ってしまう瞬間もあるんですけど、まあ、それをしたら育たないなって思うがゆえにものすごい我慢をしてるっていう感じですね。そのなんかその我慢をしようとかっていうのは、はい、なんかきっかけがあったんですか？まあ、当初からそういう考えのもとやってるのか、なんかそういう人と関わったのか、お話を聞いたのか、なんか。あ、でも自分がコーチとしてやってる時に、まあ、その指導を他の方が監督やられてるのを見た時に、あ、そういう指導もあるのかもしれないけど、うん、子供を育てるじゃなくて、結局野球の指導者というか指導者の方に多いと思うんですけど、指導者が満足する時間を過ごしてるチームがすごい多いなっていうのが、はい、まあ、常々やっぱ思ってたことだったので。なるほど。僕らはその指導者の満足なんか1ミリも必要ないと思ってて、はい、子供が
どう育つか、子供の人生がその先どう豊かになるか、うんうんうん、結局3年間しかかかれないんで、はい、あの密にはそこでどんだけのことを変えれるかっていうことを考えたら我慢しかないかな。なるほど、はい、なるほどですね、はい、まあ、それほど苦しいことないししんどいことないんですけど、はい、ただそんなことで、そんなことだけで子供の人生が豊かになったりとか野球人生が豊かになるんだったらそんな簡単なことないなっていう、そうですね、はい、そんなわけないです、ね、そうですね、はい、だからまあもう本当に我慢、常に我慢しながら、ね、はい、まあ、あれですよね、自分との戦いですね。そうですね、まあもう我慢慣れはしちゃってるんで、ね、あ、そうあれなんですけど、もうずっとそれでやってるんで、やっぱ最初はちょっと言いたく言ってました。どうですか。いやでもそこも全部計算して言ってますね。あ、そうなんですか、はい、怒るタイミングとかまで今じゃないなとか、はい、だこの子にはすごい関わってる期間が今で、それをじゃああんまり関わらないようにする期間が今で、あ、それはなぜなのかみたいなところまで考えて、はい、まあ、駆け引きも含め、そうですね、で子供はそんなに、ね、駆け引きをしてくるわけじゃないんで、はい、まあ、結局監督っていう目線で見てくるんで、なんで最近話してくれないんだろうなんて思わないんで、はい、なんか先何も言われないなって多分不安しかないと思います。なるほど、なるほど。はなぜかっていうことだけ考えさせる。ああ、そうですね、はい、先のところに行き着く、はい、やっぱり失敗なくして成功ないと思ってるんで、はい、それがね、いっぱい失敗できた数だけ成功の糧は増えると思ってるんで、はい、はい、だからその分練習も平等にするのもそういう理由で、うんうんうん、じゃあ練習試合も全員出すので。あ、そうですか、はい、基本的に 平等に全員出すので。へえー、はい、だからね、相手さんにはちょっとあのすごいものすごい失礼な失語になっちゃったりとかするんですけど、はい、まあ、そこはね、自分らがすいませんって頭下げればいいだけなんで、はい、ただそれがね、あの試合であの得られた経験とか失敗ってやっぱ他には変えれないものあるんだろうなって思うんで、はいはい、学びますもん。そうです、そうです。だそういうことも全部踏まえた上の13人って感じですね。はい、なるほどですね、はい、いや、いいっすね。はい、まあ、特にこう今のね、この時代に対しては、うん、まあやっぱりそういうところもないと、はい、そうですね、なかなかこう野球が嫌でやめちゃうっていうのも、うん、そうですね、で本当にやっぱ楽しくないと続けられないと思うんですけど、そうですよね、楽しさってどこにあるのって言ったら絶対試合だと思うんで、はい、試合はもう基本的に平等に全員出すっていうのもそこですね。なるほどですね、はい、練習でその分苦しい思いしてるんで。なるほど、なるほど。まあ、その分ね、はい、その ご褒美は練習試合とか公式戦だと思うので、はいはい、だからもう子供たちにもはっきり言ってて、練習試合は平等だよ、ただ公式戦はチームの代表として選ばれるわけだから、そこに対しては責任持ってねっていう、うんうん、だからそこには出れないやつもいて出れるやつもいてっていうのは起こるのは公式戦だからねっていう話はしてるので。なるほどですね、はい、いや、いい、多分集まるんじゃないですかね、選手ですね、この YouTube を見て、まあ、集まってくれたらいいなとは思いますけど、ただやっぱどうしても13人までしか取れないんで。ああ、そうですよね、はい、もう早く。そうですね、で今年も、まあ、今年はまあ訳あって15人1年生いるんですけど、はい、2年生が11人だったんで15人まで取ったんですけど。ああ、そういうことですね、はい、ただもう次の代は絶対13人って決まってるんで、はい、なるほどですね、はい、いや、なんかすごいあれですね、なんかでも全部筋が通ってるというか、はい、こう自分がこう相馬さんが経験した経験も、そうですね、でちゃんとこうベースにあり、はい、でかつ今の時代にもちょっとフィットし、はい、いや、素晴らしいチームになりそうな、もうそうなってくれたらいいなと思うんですけど、それはもう子供の活躍ありきなんで、はい、そこが全てかなと思います。なるほどですね、私、まあ、野球続けてくれなくてもいいんです、あ、そうですか、人として育ってくれたら、私あのその先の大人としての、 あの野球をやめた後の人生の方がみんな長いと思うんで、基本的にはそこであの豊かな人生になってくれたらいいなっていう、そのための一つの、 あの少年野球ってツールだと思ってるんで、はいはいはい、そこで学ぶべきことがあったって思ってくれたらいいなっていうのがあの根本なんで。なるほど、はい、ならうちすごい OB 戦とかもすごい人数返ってくるんですか。あ、そうなんですか、はい、で OB 戦であの中学生と試合させたのに、あの OB 対 OB 対の試合になっちゃうぐらい帰ってくるので、まあそれもね、あのそう顔見せてくれるだけで嬉しいんで、はい、いいことなんですけど、はい、なるほどですね、はい、いや、なんかいいですね、なんか本当に今日お話、まあ、初めてお会いして、はい、なんかすごい、なんでしょう、
まあ、経歴がどうしてもこう先走って、はい、まあ、どんな方なんだろうなと思いながら来たんですけど、はい、なんかすごく考えてる、なんか人間味があるっていうなんか感じはすごく思ったんで、僕自身野球が楽しくてやってたんで、あの先を見てっていう野球をしてこなかったので、はい、まあそれがやっぱり野球続けれる一番の要因かなっていうのが、まあ、強く思うんで、それはもうずっと大事にしていきたいなっていうところですよね。なるほど、はい、最高です。はい、じゃあ、またあれですね、そのこの動画を見て、はい、ぜひ先週、まあ、あの気になる方は、はい、また体験もされてるんですかね。またそうですね、次の今の小学校6年生、はい、を対象には、まあ、多分10月以降とか、あ、していくですか、はい、対象になると思うんで、ぜひまた来ていただけたら。そうですね、まあ、野球が上手くなりたいっていう子は、はい、もうあのぜひ来ていただけたらなっていうところですね。わ、はい、かりました。ただうちは一切勧誘しないので。勧誘はしないんです、ね、しないんです。ノー勧誘で。はい、勧誘もしないし、はい、順序もつけません。あ、なるほど。あの早いもん勝ちっていう。だからそこだけ。そこだけです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ、はい、すみません、今日は一日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。